最後、たまにすげです。ということでね、今日ちょっと紹介したい漫画がありまして、こちら、週末ある9夜、これ5巻まで出てるんですけど、まあ5巻なんですけど、これがね、めちゃめちゃ面白い。はい、続きまして、アヌビスです。アヌビス、これミイラ作りの神様と墓守り守護神、まあ、ちょっとしか他今まで出てきたよりメインの神様感はないです。すごい有名な神様だけど、なんか仕事としてはなんか死神とかさ、なんかちょっと命を刈り取る形をしてるだろうみたいな感じのポジションで描かれてることが多いんですけど、なんか実際はこのミイラ作りの神様っていうのが彼のメインの仕事みたいな、神様としての役どころはそこなんですよ。でそのオシリス、聞いたことありますね、あの天空竜ですよ、を最初にミイラにしたから今もミイラ文化があるって言われてるような話で、それを作ったやつがアヌビスっていうね。まあ墓守りっていうのはまあ魂とかその死んだ悪霊とか善霊とかをこう見極めてなんか魂を管理してるみたいな、だからちょっと守備タイプ的な盾系な神様なんですよ。なんかこれはちょっとワンチャンなんかまあ言って微妙いポジションの神様がなんかワンチャン勝てるんじゃないかなって個人的には思ってます。はい、続きまして来ましたよ、北欧最高神オーディンですよ。まあオーディンといえば、まあ、書いてないですけども、グングニール、槍を使うっていうのがこうやっぱり大衆的なイメージだと思うんですけど、まあ彼魔法もめちゃめちゃ使えるらしいです。彼自分の目をこうプシッてえぐって、これで俺魔法使いにしてくれみたいないう感じの人で、もう自分の体を犠牲にいろんなものを手に入れるみたいな、で目を犠牲に手に入れたのが魔術で、それがすごい。でこのキャラクターってこの神様結構動物従えてるんですよ。スレイプニル、馬ですね。で、フギン、ムニン。これはなんか、情報収集用のカラス。で、ゲリ、フレキ。これは、なんか、まあ、食料調達系の狼みたいな感じで、結構動物を刺激してくる感じなのかなと思ったら、戦場では黄金の鎧をまとうらしいんですよ。これほんと初めて知った、今回調べてみて。ほんとに槍と、なんか、まあ、パズドラのせいだけど、ほんと魔法使いみたいな格好で槍持ってる人っていうイメージがすっごいあったんだけど、戦場では黄金の鎧をまとうんですよ。で、今回、1対1の、いわば戦場、殺せよだって戦う戦場なわけですよ。だから、黄金の鎧をまとって出てくるんじゃないかな、みたいな。で、どっちかっていうと槍メインで来て、まあ、魔法も使ってくるみたいな。なんかもうやばくない？もうそもそも最高神、強キャラポジション。いや、だけどね、こういう、なんか、すごい、もう元データがすごいじゃないですか。もうみんな知ってるじゃない、オーディンって聞いたことないよっていうのはいるの？女の子わかんない、男の子職に問う、いる？聞いたことない、オーディンって知らない、いないと思う多分っていうぐらいの神様と思ってます、つけば。だからもうこういうとこを大番狂わせで人間さえ勝っちゃうんじゃないかなと、逆に強すぎて前を高いからと思ってます。これすっごい、この戦い早く見たい。で、続きまして、ベルゼブブ。これ、あれ？神様なの？って思ったんですよ。神様のラインナップで出た時に。けど、神サイドで出てくるってことは、なんかあるんだなと思って調べていったら、バールゼブルっていう、もともとは神様が、ヘブライ人のその宗教に伝わった時に、いやいやいや、バール信仰は嫌ってなって、ベルゼブブになったっていう通説もあって、だからもともとは神様、嵐と自由の神。これめっちゃ強そうじゃないですか。なんか回復も長けてるし、風も使うしみたいな。風キャラって強いじゃん。いや、さっきもなんか言ったな。風キャラって強いじゃん。なんかさ、風トンとかさ、風って強えなみたいな。風ってクールな感じの強いなっていうイメージがあるから、ちょっと二面性を持ったキャラで出てくるのかなと思ってます。で、まあそもそもベルゼブブっていうのは暴食を司る悪魔。で、まあ、ハエ王とかって言われたりもするぐらいなんで、まあ、害虫、まあ、毛虫とか、まあそれこそハエか、ゴキブリとか、まあ、そういうのを操るらしいです。で、なんか、空、飛ぶ空軍っていうのを、まあ魔界ではやってるみたいな。これは聖書のお話ですね。やってるんで、すごい、まあ、空中戦になるのかな、たくさんの虫たちがうわーっと襲ってきてみたいな、と思ったら風も使ってくるみたいな。いや、どれぐらいこの神として出てきてるからバールが採用されるのかが分かんないけど、ちょっとここの要素も神として出てきてるから少し個人的にあってほしいなみたいな気持ちがあります。これがまだ出てない最後の神様なんですけど、シヴァ、破壊と創造を司る神。シヴァも有名なんじゃないかな、ファイナルファンタジーで出てきたりだとか、なんか他でもソシャゲだったら神様使ってるやつで、芝が出てこない、芝が当たり枠じゃないみたいなのは見たことない。モンストは当たり枠じゃないなあれだけど、芝ってなんか強い印象があって、すごく、まあ第三の目、額のここの目で、なんか第三の目が開いたらなんか炎を操る、灼熱を操るって書いてたんですけど、ちょっとなんかよくわかんないですね。まあだけどパズドラでも火のキャラクターでこう火がバーってなってる感じだから、そういうのもあるのかもしれないですけど、まあとにかくこいつは怒らせてはいけないという感じなんですよ。けどなんか今のところ漫画で、まあ、出てきてるんですよ、キャラとしては。けどなんか
なんだろう、有名なとこで言ったらちょっと爆豪の頭悪い場みたいな感じなポジションなんで、ちょっと弱そうなんですよ。けど、まあ、神様としての話、凝り性な性格っていうので、なんか一個のことを何億年もやっちゃうような、一個ハマったら、うわこれすげえじゃんっつって、うわーってずっとやるみたいな人らしくて、だから何個も何個もいろんなことをマスターしててみたいな。だから人間サイド剣術で来るなら俺も剣術はできるぜ、ジャジャジャンみたいな、柔術もできるぜ、バババババみたいな感じなのかなと思ってます。だからこれはちょっとなんか弱そうなキャラで出てるけど、なんかこうすって冷静になった時にめっちゃ強い、もし冷静になる描写があったらやばいなと思ってます。